ロー YouTube。 どうも、ドナイ山本です。ちょうどね、まあ、今日でパラリンピックの前半戦が終わったということで、あのパラリンピックの前半戦で、まあ、印象に残った場面、まあ、3つね、喋っていこうかなっていうふうに思います。まあね、あのパラリンピックね、あの見れる限り、見れる時はね、僕も最近ずっと見てるんですけどね、めちゃくちゃ面白いですね。うん、でまあ結構ね、心に残った場面いっぱいあるんですけど、まあ、全部喋ってたらね、まあちょっとあれなんで、まあ、3つだけねピックアップして喋ろうかなと思います。はい、でまず1つ目はですね、陸上のね、あの男子 400m に出場した伊藤智也選手ですね。すごいね、感動しました本当に。まあ、伊藤智也選手ね、まあ、ニュースでもあった通りに、まあ、大会の直前でね、まあ、クラスがあの障害が一つ軽いクラスに振り分けられてしまって、ちょっとね、あのこのコロナの影響でいろんな大会に出られなかった影響から、あのちゃんとしたクラス分けがされてなくて、なんか直前で急にね一つ軽いところに振り分けられてしまったっていう、ちょっとすごいかわいそうなことがあったんですけど、 T52 クラスから T53 のクラスに変わったんですけど、まあね、あの一つクラスが違うだけでもうタイムがもう10秒以上も変わってしまうから、もうメダル候補でね、それまで一生懸命頑張ったのにもう無理なわけなんですよ、事実上。それなんですけどね、まあ、結果走って、まあ、ダントツのね最下位ではあったんですけども、57秒16というタイムでね、あの自己記録を更新したっていう、まあ、そのね走りにねすごい見てて感動しました。でやっぱその何に感動したって、その後のコメントなんですよね。なんか普通さ、大会3日前ぐらいにさ、急になんかメダル取れるクラス出れないよ、もっと軽いクラスねっていう風に言われてさ、まあ、いろいろあったと思うんですけど、もう何一つ不平不満を言わずにね、それでもなんか絶対勝ってやると思いましたと、絶対追ったると思いましたって言って、なんかすごい周りの人への感謝とか、で自己ベスト更新したのにね、まあ、これはダメだなとか、本当にね、なんかその人間性にねめちゃくちゃ惹かれましたね。本当にね、元のクラスでね走らせてあげたかったなって思うんですけども、57秒16って元のクラスだったら銅メダル相当のタイムで、すごい頑張ったんですけど、いや本当その後のインタビューにね本当に心打たれましたね。自分だったらあんなコメントできるかなって思って、絶対に文句とかが出てくると思うんですけど、それでも与えられた条件でねしっかりとベストを出して、まあ、絶望的な状況で、まあ、本当にもう10秒以上違うんで無理なんですけど、それでも勝とうとね勝負しに行ったっていうところに本当に心打たれましたね。あの姿勢は本当に見習わなきゃなと思いましたし、もうね年齢も50ぐらいなんですけど、それでも若々しくね、チャレンジするという、まあ、まだね続けるみたいなんで、これからも応援したいなと思いましたね。いやでも本当ね、クラスが、あの伊藤智也さんの病気って進行性なんで、あの良くなるってことはありえないんですよ。だからなんか一つ軽くなったのもよく意味わかんないんですけど、ね、今回のパラリンピックはもうこれで出れないんですけど、今後またちゃんとクラス振り分けられて、また、ね、トップレベルで活躍してほしいなっていうふうに思いました。はい、で、もう一つがですね、もう一つ目、二つ目が、競泳の山口尚秀選手ですね。彼は知的障害の、男子 100m 平泳ぎで、世界新記録でね金メダルを取ったんですけど、もうなんか圧倒的に強くてね、なんか北島康介見てるような気持ちになりましたね。懐かしかった気持ちになりました。いや本当に泳ぎがダイナミックでね、何よりもやっぱね、なんか何ですか、今回のパラリンピックで山口選手もそうなんですけど、やっぱその知的障害のクラスの選手のね動向にすごい注目してましてね、その前の特集からいろいろ見てたんですけど、他にも東海林選手とかねいるんですけども、あと卓球のね伊藤真希選手がね銅メダル取りましたし、あと僕が個人的にね応援してたあの古川かなみ選手もね試合全部見てたんですけど、なんか、まあ、僕自身が、僕は知的障害じゃないんですけど、僕自身が知的障害に伴わない自閉症の診断を受けていて、あの障害者手帳を持っている身なんですね。
過去の動画で話してるんですけど、まあ、僕もねそういった、まあ、自閉症スペクトラムという障害を持ってる身なんで、やっぱ、ね、すごいどうしてもやっぱ注目して見てしまってね、同じような、まあ、ちょっとは違うんですけど、同じようなねそういう障害を抱えている選手たちの頑張ってる姿に僕は本当に本当に勇気をねもらってますし、本当に自分も頑張んねばなと、まあ、自分よりもね年も下の選手たちが本当に立派に、うん、頑張ってるのを見て、まあ、自分もね、まあ、何頑張るか分かんないんですけど、自分も本当一生懸命ね日々を送ろうかなと、うん、なんかやっぱそういうなんだろうな、なんかそういう僕自身がねそういうまあ自閉症みたいなの持ってることに対してやっぱちょっと後ろめたさっていうのがあるんですけど、やっぱ彼らはねそれを乗り越えて、そういうところを乗り越えてねすごい活躍している姿を見てね、やっぱどうしてもなんか心打たれるものがありましたね。うん、やっぱその山口選手とか試合前からねもう世界新で金メダル、世界新、自分の持ってる世界新記録を更新して金メダルを取るってことを公言しててね、それを実際に実行したわけですから、いやー本当にこれ以上にない結果じゃないですか。本当に尊敬しますね。で1分3秒ってタイムもさ、1分3秒ぐらいってタイムも本当社会人の普通の日本選手権とかにも出れるようなタイムなんで、普通にすごいなって思ってね、うん、いやー感動しました。はい。で、3つ目最後が陸上の佐藤友紀選手ですね。うん、彼男子 400m、 男子 400m と 1500m の車椅子で金メダルを取ってるんですけども、やっぱね彼はね、まあ、パラリンピック始まる前から知ってはいたんですけど、 SNS ですごい発信していて知ってはいたんですけどね、自分でその金メダルを取るともう宣言してそれを実行したっていう、そのかっこよさもあるし、やっぱ2つともねレース展開がねもうなんかドラマチックすぎました。あの 400m はねアウトコース7コースからスタートだったんですけど、もう第3コーナー第4コーナーのところで、ね、インコースの4コースの人にもうかわされて、もうだいぶ離されたんですけど、最後の直線で外から一気に刺してきたところはね、あれ感動しましたね、最後のあの意地に。うん、前回大会銀メダルだったからね、今回何としても金を目指してたんだと思うんですけど、いや本当に感動しましたね、あれは燃えましたね、本当に見てて熱くなりました本当。うん、で3位にね上与那原選手も入ってきて、もう上与那原選手ももう50代でそれでね世界の3位ですから、やっぱすごいなって思いましたね。うん、で次 1500m なんですけど、 1500m もね本当はね後ろについていきたかったと思うんだけど、前に押し出されてね、後ろのマーティン選手にも完全に風を気にされて、マークにされて、後ろとか完全に休んでて、あこれすごいなんか見てる方も嫌だったから、本人もすごい嫌だったと思うんですけど、ね、残り200あたりから相手が仕掛けてくる感じだったんですけど、それでもさらに突き放してね、もう自力でね自力で勝ったっていう。であとまあ本人世界記録狙いたかったんでしょうけどね、もう後ろに疲れちゃったから世界記録取る選択を諦めて、もう着実に着順で1着を取るっていうので切り替えたって、まあ、そこもちょっと葛藤あったと思うんですけどね。うん、いや本当にね、いやいいレースでした 1500m。 うん、それもね最後3着でね上与那原選手もしっかりと入ってきてね、うん、また上与那原選手のインタビューでもねしきりにその年も近いのもあると思うし、一緒にね切磋琢磨してきた伊藤選手の気持ちとかもねずっと話しててね、いや本当なんかいろいろ考えるものがありましたし、あとメダル授与された後の佐藤友紀選手のねインタビューもね、やっぱなんか本当になんだろ もうそこに達した人にしかわからないような感情があるんだなっていうふうに思いました、あれは。うん、はい、まあ、そんな感じですね。はい。そんな感じで。まあ、あとね、車椅子ラグビーとか、他にもいっぱいね、印象に残ったやつあるんですけども、車椅子ラグビーについては、昨日動画で話したんで、ちょっと、割愛しました。はい。というわけで、まあね、後半もね、パラリンピックで、ね、楽しんで見ていこうかなっていうふうに思います。はい。では。